よし、まだ扉攻撃されてないはず。うわ、あいつら炎に巻き込まれた。スライムって燃やしたらどうなるんだ、溶けるんじゃないのか。どういう存在なんだスライムって、全然わからんが、くぎり。とりあえず MP が尽きたら別のキャラに。ハッスルダンス頑張って。よし、ハッスルさせたら変えよう。カメラワークで堪能したいっていう気持ちもあるが、扉が見えないのすごい不安だ。初見以来じゃない。そうだよ、2買うよ、2買う予定なんで、それまでにねストーリーをクリアしてピサロを出したいなと思ってます。2はね DL 版を買おうと思ってるんで、発売日の12時からにゃがす、にゃもう死ぬす、死ぬす、ヘルクラッシャー、凍らせろこいつ、凍らせろ。めっちゃ楽しみ、ハッサンが使いたい。2ではハッサンすごい好きなんで。オッケー、ハイテンション、ふぃ。サミダル打ち連打、これがいいんだろう。よし、やっぱ器用さを上げないと会心の一撃で MP 回復がついてない。うます、頼む、見放しいらない。あ、そっか、ドラクエビルダーズだとね油出るよね、スライムから油が抽出できる。テリー、とりあえずみんなの MP を使い切ってやろう、使い切ってからチェンジしてやろう。よし、でお前はハッスルダンス、よし、ふい、ダイヤモンド出すと。オッケー、いいぞ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 、この MP 強奪作戦いて。あ、よし、ごまだれらしいね。ビアンカ可愛いよね、俺の中のおすすめです、マイフェイバリット嫁ビアンカ。オーケー、もうクリアでいいんじゃないか、ボス的なやつ倒したし、素材ゲット。なんで、あ、そっか忘れてた、誰もいないよそこは。こらえてよ、これテンションをしまうってことできないのかな、一回テンション上がると放出しきるまでもう無条件なんですかこれ。あ、でしかもテンションマックス、マジか。よし、ありがとうありがとう、全然気づかないそういうの、助かる。ストーンマン、お前まだ生きてたお前なんかギリギリ生きてた、いやそこはしんどけよお前、なんでギリギリ生きてんだよ。オッケー、おおお、あ、そういうシステム、扉が開いたでガシオ、行ってみやしょう。なるほどね、倒すのが基地だったのか。ウィッ、あ、報告ありがとう、ありがとうございます、頑張ります、見合った活躍ができるように。この放送はお金かかってる、うーん、チップ人ない。よし、テンションマックス、やりすぎちゃうかも、オッケー、かっこいい。 どうすればいいんだ、倒した倒したね倒したね倒したね、オッケー、これで戻ればいいのか。よし、早く早くテンションがなくなるまで初手間だんてちょっとこらえてよ、ワープを初手間だんてとかひどい。ドラキー逃げて、わあすげえ爽快、お疲れ様、いっぱい出てる、ありがとう。お前ら危ねえ危ねえ、もうこれクリアでしょ、全員倒したよ、もう主だった人たち、もう行っていいんじゃないのこれ、まだなの、早く逃げろお前ら、ボス的なやつは全員倒したぞ、しぶといな。今北さんいらっしゃい、ノエルいらっしゃい、マダンってかっこいいよね、作中最強呪文を初っ端から使えたからね、才能を感じる。まだ生きてる、うーい、よっしゃい、お前で最後か、まだなんですか。え、待って、あいつ、お前生き残りがいた、お前のせいで終わんねえのかこの、え、終わった、いや、よーし、ああ全部やっつけたわね、
あいつ先に進みましょう。マジか、あいつのせいでえ、そんな一匹もダメなん。マジか、潔癖症かよ、潔癖症かよ、主人公たち。マジ、あのためだけにめっちゃ頑張ったよ俺。これでく、待って、あ、壺じゃないのか。あ、え、1枚のマップなの。待って、隠しアイテムとかないだろうな、俺はそういうのにすごい敏感だよ。積み替えらじゃない、一人なんか逃げ惑ってたね。俺さえ生きてれば先進めねえんだみたいな。あ、クリアなのかよ。こんなところで負けてらんないわ。すごい無駄に時間を取らされたぜ。でもレベル上げしなくても全然いけるな。わあ高い。アリーナがアホの子っぽいんだよな。クラクラしてきました。でもまだ上があるみたい。もう雲の上突き抜けるんじゃね。まだまだ登らんといかんね。だいたい3、4面ぐらいかな。塔のてっぺんへ向かって速攻クリアだぜ。昔のスファミだと固定メンバー以外のキャラ育成放置したらとんでもない目にあった。なんかメンバー分けるみたいな、たまにあるよね。二手に分かれましょうみたいな、あれ困るよな。最上階に着くのかしら。簡単に最上階へ進む方法があるというのですか。エレベーターとかね、螺旋階段でもあればいいんだから。うげげ、足にはとんでもない工夫になりそうでガス。ヤンガスの体重って何キロぐらいなんだろう。100キロぐらいあんのかな。身長低いけど。ディルク王は100キロ以上ありそうだな。体重。オゲイ。その2。その2とは。開いた。自動ドアです。ファミファミファミーマファミファミーマ。お？地震が。え？床が動きました。あ、この感じ。嫌な予感が。エレベーターなのかこれ。へえ。全体が上昇しておるよ。これ守んのかな。興味を引かれるわ。これ守んだろうな。一体どんな仕組みなのかしら。エレベーターだよ、俗に言う。中央の装置から魔力を感じるわね。うんうん、あれがこの部屋を動かしているみたい。守ればいいんでしょ、ほら HP が。あ、そういえば本当だね、ホミロンどこ行ったんだろうね。お、第6階あれか、階つくごとに出てくんのかこれ、扉から。わあ、最上階に着いたのでしょうか。そんな気するな。やっぱりやっぱり待ってました。もういいよ、知ってたわ。もうどこだどこだ。動く床に乗ってるだけなんて退屈だもの。ちょうどいい肩慣らしだわ。そんなこと言うから敵が出てくるんですよ。ほいって、もうがっかりだわ。もう上からも落ちてくんの。なんか上から飛んできた気がするけど、気のせいですか。うわ、団体さんのお月だ。とりあえず敵多かったらもうダイヤモンドダストで巻き上げる方向で、ほら巻き上げとけ。大丈夫、距離感がつかめなくなってきた。よし、で、ザコがいなくなってましょう。テリーが霧もみ状に。あんなテレビ見たくない俺。すごい、ものすごい回転をこなしてたけど、あれは大丈夫なのか分かんない、分かんないけど、ダメージのあれだけめっちゃ見えるけど、これ食らってる？食らってます？ほら、もうビアンカでサミダレ打ちを打つだけの仕事。オッケー、バトルレックスは助かる。よしよし、確かにハリーポッター感。お前邪魔だよ、邪魔だよ、慈悲はない。どこの扉開いた、また同じとこの扉開いてる。とりあえずもういるじゃん、いるじゃん、いるじゃないか。使ってるか、ぜひ。とりあえずここにドラゴン OK 配置しとこう。うい、お前死んだ、よし、やばい、来てる来てる。でここにドラキーはまあどうでもいいんで、はい、よし、疾風陣雷、疾風陣雷もなかなか使いやすいな、自分の周りだから。
ウィート。でも大体もうね、ストーリー半分ぐらい来てるらしいんで、今日でクリアできるんじゃないかな。そこそこ進むでしょ、今日も。ストーリーだけを追えばね。結構横道にそれた方がいいのかもしれんが。大丈夫か？メタディ、メタディ、メタディだな。わかりづらい名前を。ここ開くでしょ。開かんのかい。開くところがどんどん増えていくんだよな。こんなに上の方にまで魔物が入ってきてるなんて。急がなきゃ。急がなきゃ。大丈夫か？ドランゴ。わ、ここにも、待って。敵のバトルレックスいいんじゃん。マジか。待って。あれだ。みんなの HP が結構少なかった。なので、セクシーダンスお願いします。月光にキーラじゃい。おはよう。お前も、お前もコインになれよ。コインになって俺の元で働こうぜ。ほら。ドラキーはいらないんで呼び出そう。このドラゴンレックス強くない？気のせい。あ、オッケー。死んだ。生き耐えた。よし。ドラゴンレックス、うわー、いる。空豆いらない。ねえ、ドラクエって今まで声なかったけど、こうしてついてみてもね、結構違和感ない。まあ、あるっちゃあるかもしんないけど、最近のゲームってね、みんなボイスあるもんね。本当に。もうそれが主流だもんね。ボイス付きが。ボイスなしもね、全然楽しいとは思うが。待って。表示が消えたら怖いんだけど。とりあえず。最近の流れには、逆らえないんですよ。うい。とりあえず使いまくっとこう。この程度、大したことないさ。ボス的なやつに、ボス的な、あー、クソ届かない。今、フローラの会話はなんか、キャンセルしなかった？オッケー、食らったね。よしよしよし。よかったよかった。待って、扉大丈夫か？扉ちょっとダメだな。クソ、帰ろう。こいつらあれ頂上目指してんじゃねえの？なんでこれ壊すの？お前らも女神の祭壇を目指してるんですよね。こいつら何なんだろう。飛んでいけるからいいやみたいな、そういうスタンスなの？君たちは。なぜ壊そうとするのかね。意味不明なんですけど。あ、クソ。クソ。別のキャラでいくか。OK。こいつ、アシュラ的なやつ。こういう敵あれだよね。いるよね。あれ、白猫プロジェクトに。アスラだっけ？こいつを見るたびにあれ、白猫の方が、うずき出す。やめろー！殺される！ケリーが殺される！くそ！助けて！メアのハイテンションの姿かわいいよね。髪下ろした。MP が足りない。だったらお前に酔わない。おら！みんな MP を俺によこせよ、お前ら。OK。OK。NPC の MP をもうどんどん根こそぎ奪ってやるだろう。ほら、ターボ頑張れ。ターボ頑張って、こいつを倒してくれ。扉開いた。また来んの？また来てんの？ほんとお前らどうにかして死んでくれ。頼む。女神像にお前手触れるんじゃない？今来たぞ、いらっしゃい。ヘルクラッシャー、え、待って、ヘルクラッシャーさんなんか HP 回復してね、こいつ。あ、二人いる。二人いる。嘘、嘘よ、マジか。二人おるんかよお前ら。ちょ、もうサミダレ打ちで、ちょ、マジでいなくなって、二体まとめて、もう防御とかもう無視で、もうテンションなくなるまで常に頼む。二人まとめていなくなってくれ。ゲレゲレ、おお、ゲレゲレ好きだな、この演出かっこいい。歴代キャラを出すという。あ、ヘルクラッシャーのコイン。やった。いけ、守れ。いいぞ。まあ、将棋みたいな気分だね。敵の駒を速攻使えるっていう。取った瞬間。2ではあれだよね。モンスターになれるんだよね、自分が。